コラボス、関西百名山。ワウワウ。おはようございます。3月3日、時刻は9時49分です。今日はここ妙見口駅にやってまいりました。今日はこれから第8座目となる剣美山を目指して行ってみたいと思います。ちょっと遅めスタートになっていましたが、今日も元気にはい行ってみよう。はい、立派な案内板がありました。今ここですね、現在地妙見口駅。妙見山方面に行くにはたくさんルートがありまして、今日は我々はこの上杉尾根コースを通って、ここ行って、それから歌垣山方面に向かって行ってみたいと思っております。それでは行ってみましょう。生釣りなんてね、めっちゃ可愛い。おひなさんいっぱい。これ花折街道っていうのね。いつもここの街道をきれいにしてあるね。一気に季節が春になりました。今日はあったかいです。暑いや。35分駅から経過して、もうあっという間ですね、妙見口駅スタートへと。細かい内容は第2座目の妙見山のコースと被るので、割愛しますけれども、ここはやっぱり歩きやすくていいコースですね。上杉尾根です。です。時刻は10時41分、妙見口駅から52分で、まもなく駐車場のとこに到着します。15番か。あ、15番やね。はい、上杉尾根コースは15番で、駐車場に到着するということですね。はい、何キロ？距離は3.6キロです。はい、妙見口駅からスタートすると非常に快適な妙見山前になります。はい、上杉尾根ルートです。はい、妙見大菩薩。お正月の時にはすごい人でですね、あまりゆっくり撮影できなかったんですけども、こんな感じです。そしてここからこの階段を登って、どうですか今日は、調子は。暑いな。おー、一気に春めいたね。あ、そうやね。毎年この笹山マラソンの時期から花粉が飛ぶという意識はあったんですけど、ぴったしカンカン3月3日から花粉を感じております。そして三角点に行くのはその先を右に入るんですけどね、今日は三角点は踏まずに行きましょうか。はい、先が長いので三角点は踏まずに先に進みます。次目指すのは歌垣山方面です。精霊です。はい、すごい建築技術です、これは。海が分からへんね。分からんね。うん、やっぱ春はね、ちょっと黄砂やらなんやらが、霞むね。杉が素敵に色づいております。飛びまくり。飛びまくり。ここのノーアーチもなんか何ですごいよね。歴史あるよね、大阪。今日はまっすぐですよ。この間春一番が吹いたので、ちょっと枝とかが落ちてますけどね。ここね、あれ台風でめくれたんやね、このここ、これこれ、おこうめくれてるやん。ああ、うめえ。山っていうのはどんどん形変えていくよね、こうやってね。コンタッケージっていうかな、なんて読むんやろね。大きいね、すごい立派。へ、墓地があるんだね。ここです。この階段を降りていきます。あ、なるほどなるほど。ここはちょっと迷うとこね。ちょっとあれやね、見落としがちやね。こう降りてきて、すぐこっちに行くんじゃなくて、ここやね、ここね、はい、階段を降りていきます。ちょっと急なんですよね、気をつけていきましょう。すごい急な階段。おお、出た出た、覚えてるよ。めっちゃ急やし、シャドウどんだけやっていう。気をつけてね。しかも足がね、乗り切らん狭さなんよね、この階段で。さよなら。
車道に出てきました。はい、時刻は11時20分。距離は間もなく6キロです。はい。これをこっち。これ一旦右。あ、右。右。あ、車来ました。あ、そうや、鳥居みたいなのがあるのね。そう。うわ。もうね、今にも咲きそう。これは完全に桜かと思うんですよ、桜かと。すごいね。めちゃ。この間まで雪満載やったのにもう一気に春。失敗しましたなあ、私あのうどんの看板が見えた時左やんなと軽く言ったのきっと残ってると思いますね。やっぱ左やったんやで出たらすぐ、左に行ってちょっと降りると、そしたら多分すぐ右手に鳥居のダッて登り口があるはずなんですよ。そこまでもう一回戻りたいと思います。はい、戻ってきました。はい、戻ってきました。こっから、朝日の球団階段とか降りてきて、こう見えますと、このうどんが。そしたらこの左にとってこっちに行ってしまいました。あれ、車道に出たら下ります。左に下ってきてすぐ右手にこの鳥居がありますと、妙見大菩薩。ちょっと失敗しましたどんまい。奥の院まで 2.4 キロ、歌垣山まで 4.4 キロです。はい、はい、11時39分、はい、また車道に出てきました。はい、そこに案内板がある。はい、よく見て渡って、奥の院方面、こっちって書いてますね、2.1 キロ。はい、まずは奥の院方面ですので、こっちに進みます。はい、渡ってまっすぐ直進ですね。はい、現在地11時53分です。休憩所、東屋に到着。今ここね、はい、奥の院までちょっとって感じね。はい、あ、確かに湿地っぽいね。うん、宇多垣山まではもうちょっとやね。で、ここを、はい、あれ、どこ、そのままそのまま、まっすぐ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 ここですね、今日の目的地はここです、はい、ちょうどです。立派な休憩小屋でちょっとあのバナナクッキー食べて紅茶飲んで休憩して、そしてまずは宇多垣山を目指します。はい、今日は妙見宇多垣顕微山の三山重層ですね。ミヤンはどこ行ってん？ミヤンマ。ミヤンマはもうカットですね、これ時間的に。まあ、いいコースやね。うん、なんちゅうてもあの妙見口から妙見山に登るまでのあの四季折々の里山風景も気持ちいいし、尾根道もいいし、この環状歩道でつながってるというのもいいね。大阪自然環状歩道です。うん、なかなかハイキングぴったり。奥の院はこっち、宇多垣山はこっち。すぐやろ、奥の院。100メートル。うん、行こう。うん、行ってみたい。はい、12時18分、大好きな妙見山になんと奥の院があるとのことで初めて来ました。はい、早速登ってみたいと思います。空気が正常だね。はあ、よ、こんな場所もあるんだね。そうだね。カーリングか。車道に出てきました。12時33分。はい、でも所々にこうやって、あ、これが堀越峠ですね。ここが堀越峠、はいはいはい。ちょいちょい書いてあるんで、はい、安心して進むことができます。あと900メートル。900メートル。はい、車来るんで気をつけて、音がしてますんで、はい、ちょっと待ってくださいね。
宇田垣山の標高は553メートルってことね。今は214メーターなんで、ちょっと上がりますね。だいぶ上がる長い。急な坂道です。頑張って。頑張ります。はい。腹減った。まだ食え。もうええ。木山に向かってます。もうね、タイトル張りの階段ですよ、これね。丸太。腹減った。すごい丸太階段です。まるで大トレに来てるような階段です。お昼前の空腹時にはこれはきついです。もう少しだと思います。頑張れ。いや、少ない距離で標高を稼ぐということは必然的にこうなるっていうことやね。せーな。よいしょ。うるせえ。来週は鳥取マラソンに出るんですよ、我々、はい、来週は一週お休みです。はあ、ようやく着きました、宇田垣山。10時51分、距離は、妙見口駅から12キロです。めっちゃ立派な山で、100メーターじゃないんですけどね、はい、いいんですよ、我々にとって番外編第2座ぐらいの重みがあります。行きます、タッチ、はい、宇田垣やりました。めっちゃいい山やん。 あっちの方やろうな、ケンビさんは。ケンビさんね、いやなかなかボリュームいいですね、はい、でお昼ご飯にしましょう、はい、あ、もう始まりましたね。春になったので今日は弁当を作ってきました。お弁当です。そしてひな祭りなのでりゅうちゃんが陸郎おじさんのチーズケーキを買ってきてくれました。これもデザートにいただきたいと思います。どうですか、お弁当は。今から食べますね。はい、ではお昼ご飯タイムです。うん、あったかくなるとこうやってゆっくり外でお昼食べれるから嬉しいね、うん、魔法瓶に味噌汁も入れてきました。のんびり。1時20分になりました。やっとお昼のんびり食べて、ケンビさんに向けて再出発したいと思います。はい、この、坂道をずっと降りてきて、よくよく見るとここに大阪環状自然歩道っていう看板が477号線へ 1.4 キロありますね、はい、ここを降りていきます。左に取ります。8分、はい、距離は 13.5 キロ、今、宇田垣山からの下り477号線ですか、ちょっとりゅうちゃん落ちるよ、そっちに下る下りはちょっと岩ゴロゴロで、ちょっと滑りやすいんで注意が必要な感じでしたね、はい、はい、で、ここから車道に一遍出て、いよ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 ですよ、ケンビさんを目指したいと思います、はい。やっと近づいてきたよ、ケンビさん。やっとやで。これ意外と迷いやすいからね、この辺で、ね、気をつけな。はい。あんなとこに橋があるね。もう道なき道を行く。一点間違うとこういうことになるよね。ああを右に、ほらが見えたら右に持って、はい、すぐそこに入り口がありますね、はい、見落としがちやけどこれちゃんと見つけると意外と便利ね。距離もちゃんと書いてあります、はい、次はプレサカ峠まで 1.4 キロです、はい、
着くんかいな、今日。今日中に着くんかいな。笹口峠。ここ。次は呉坂峠。よっしゃ。どこに峠って書いてあるの？多分ここが峠。地図で見て。まあ盛り上がってるね。峠だそうです。うん、笹口峠。はい。あ、笹っぽい、笹っぽい。おう。次は呉坂峠。自然歩道から外れました。信号が見えて、その手前を、右に入ってきました。はい、こっちの方が環状よりも微妙にショートカットだそうです。はい、なぜならもう時刻は14時30分。山に登る前にもう3時になってしまいそうな勢いなので、ちょっとスピードアップしております。はい。はい。ここ管理事務所ですね。まっすぐ行って、はい、どんつき左で、まもなくですね。はい、で、こっからこう降りて行って、この辺か。こう降りて行ってっていう工程ですね。うん、この後、はい。はい。ちょっと急ぎましょう。やばいです。3時過ぎました。はい、ひなびた山道に入ってきました。ちょっとうっそうとしております。あるんかね、道。どうか分からない。でも、視界もこれなんだったら、こうなるちゃうって聞いてるな。そうやな。そうやな。散々。迷ってやっとここまでたどり着きました。遭難一歩寸前。でも方角的にはそっちやね。あ、このタイミングでそれがあるってことはきっとこうやな。はい、あ、なんかそこにも一個あるで。ここに書いてあるやん、山頂。いや、ちゃうやん、それ私が今あ立ち上げてその向きにしただけで。うん、私のサイドがやっぱりこうやから、やっぱこうやな。時刻はなんと16時14分、すごく悪い見本になってしまいました。これをアップすることがはばかれるぐらい、ちょっと道に迷ってしまい、どうもすいません。やっと、山頂の道こちらという表示が出てきて、もう登山道に戻れて本当一安心しているところです。やば、この道は違うと思ったらためらわずにすぐ戻って登り直すことが重要かと思いました。そして間もなく県美さん山頂、間もなくですね、近づいていきたいと思います。到着しました。もうやったよ。そうや、360度絶景って書いてあったんよ。絶景よかった。もう行った心地がせんかった。遭難仕掛けました我々は。こんな低山でほんま偉い目にあった。もう今度はねもう絶対私もちゃんとこれに入れてくる。言うとやったヤンマヤンマ24ヤンマ。おーすごい。ルリ系4キロアタゴ20キロへえ。へーへへ関西百名山第7座八座ちゃうの。え、八座ちゃうの。あ、第8座、うん、やりました県美さん。あ、でね、あそこにね、県美さんって書いてあるとかあるんですよ。じゃーん、ほんまや。県美さん、やりました、イエイ。ちょっと休憩です、はい、イエイ。陸郎のチーズケーキをやっとここで県美さんにて食すことにしました。これはですね、レーズンが入っててふわふわなんですよ。
卵蒸しパンみたい。チーズ蒸しパンですか。ああ、やっと一心地。ちょっと日没まで間がないので、まだちょっと気持ち焦ってますが、ここで一遍落ち着いて、エネルギーをチャージしてから下山、落ち着いて下山したいと思います。何ヘラヘラしとんねん。一個も面白ないわ。何ヘラヘラしとんねん。GoPro ビデオストップ。下山。下山下山。16時38分。やばいわ、もうさっさと降りよう。地蔵さんです。あの移動跡とか六地蔵、ああ六地蔵様ね、見たでこれ。うん、なんかね、あのネットで見たね。手合わせよう。行者山、標高469メートル、摂津大砲として知られる古くからの修行場。下の方にある行者堂の周囲には東西のぞき、体内巡りなどの行場があり、約1時間で一周できる。歩道沿いには大日如来仏が刻まれた巨石もある。あのこのコースね、普通にこのコースで金美山に登ったらめっちゃ素敵だと思います。うちの余裕ができたけどね、東ののぞき見よう。おおおお、なんか来た来た来た、覚えてるぞ。おお、危ないよ、あんま先行ってあかんよ。うこ、こ、危ない危ない。うわ。あれ、なんだあの。あれ、もうせん。あー、あれがもうせんな。うん。あー、じゃもうすぐやね。不動明王って書いてあるね。あー、ここに掘ってあるんかな。あー、そこにそう、あー、そこら辺にそう見えるね。うめ、東の覗きの上です。うん、あ、体内くぐりがあの辺なんかな。うん、体内くぐりあるって書いてたもん。すごいね、ここ。この上って書いてあるわ、この上。手作り感満載、この上。やっぱそうだ。すごいね。晴れた日に来たらすごい綺麗やろね。うん。え、この上。やっぱなんかいっぱいあれが仏様が彫ってあるみたいね。あ、ここを登ったら見えるよってことね。ああ、このロープで。うんうんうん。ちょっと時間に余裕があるときじゃないと来られへんね。うん、もう日没間近や。うん、なんかさすが行場チック。この辺行者さんだそうですね。石の一個一個が大きいしね。これは上の剣美山の眺望も素晴らしいし、ここずっとスピリチュアルな道だし、これもっと余裕持って登ってきたらすっごい素敵な一日になりそうやね。ちょっと我々だいぶクタクタやけどね。あとは気をつけておりましょう。大日如来座像、すごい座っておられるお姿がこう刻んであるのが分かりますかね。すごい。画像だそうです。私の大きさから比較してもこの立派さが分かるでしょうか。7時15分、無事、登山道のあるところに降りてきました。これ行者山の由来とか書いてありますね。こっから登るとこういろんな史跡を巡って天美山に行けるみたいですね。こっから登るとまた違った風な楽しい登山になるかと思います。右、これより行者道ね。そしてそこにお手洗いがあって、あとはバスに乗って帰りたいと思います。